いや、そうそうそう。結構さ、ホロライブのメンバーもさ、変色の子結構多くて、控え室が一緒の時とかに、もうお弁当食べれないとか。そうそう。あ、まあ、スイちゃんはそうだね。うちが知ってるのは結構スイちゃんは超変色っていうのはわかる。いつもなんか、お弁当とか頼んだ時に、スイちゃんは、マネージャーさんファミマ行ってきてくれますかみたいな。みたいな。なんかそういうこと結構多くて。まあ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 。なんか逆に、そう、何が食べれるのかなって気になるところではある。で、スイちゃんが、なんかカレーがうんぬんって言った時に、スイちゃんカレー食べれんの?と思って。あんなにいろんな具材が入ってる、野菜が入ってるのにカレーは食べれるんだっていう意外さですごいびっくりしたっていう記憶がありますね。変色、実はね、変色なんですよ。スイちゃんとかのね、影に隠れておりますが。スイちゃんの変色はね、マジでものすごい。なんかね、スイちゃんとなんかご飯を食べた時にさ、姉マキ氏もいらっしゃって、あれなんだったっけ?あ、かぼちゃだ!かぼちゃのなんかさ、何かをね、食べてたの。グラタンかなんかを食べてて、で、美味しい美味しいってね、僕とスイちゃんいっぱい食べてたんだけど、なんか姉マキ氏がね、スイちゃんに、え?みたいな。あんたかぼちゃ食べれんの?って言ってさ、言ってさ、そしたらスイちゃんが、はぁ?食べれるけど?みたいな。で、あ、確かに、あの変色のスイちゃん、確かにカボチャ食べれるんだって、その時はなんかあんまり気にしなかったんだけど、お姉ちゃんがびっくりするほど、やっぱりさ、変色だからさ、カボチャが食べられるっていうだけでも、ものすごい大事なんだなって、その時思ったんだよね。野菜食え。うるせえ。野菜好きだけどね。サラダ好き、サラダ。なんかさ、野菜だけは無理みたいな人いるよな。何を食べてるんだろう。え、だって、何かしらに野菜って入ってない?スイちゃんは何を食べて生きてるんだろう。だって、何かしら絶対野菜入ってるぞ。だって、ラーメンでさえネギとか入ってんだから。肉だけでも大丈夫なようにできてるのかな。そうそう、中学生の時にさ、自己紹介した後に好きなものを一つ言ってくださいみたいなのがあって、紫塩です、キャベツが好きです、よろしくお願いしますって言ったらさ、キャベツみたいな感じでさ、ね、めっちゃバカにされて、キャベツ好きなのに、何事、キャベツ好きなのにさ、そんな笑うバカにしてんの、なめんなキャベツと思って、え、キャベツ大好き、キャベツ大好き。あ、なんだ。にん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 。我が輩、人参嫌い。嘘、嫌いじゃない。苦手。嫌いな食べ物もね、嫌いと言わずに苦手って言っとけばいい。我が輩、地球上に存在する食べ物、ほぼ苦手説出ててさ、マジでさ、食べられないもの多いんだよね。ハンバーグ好きだけど、ハンバーグの横にある人参とかさ、本当に申し訳ないけど食べらんなくて、めちゃめちゃ申し訳ないけど、食べてもらってる。友達に。友達、まあ、イロハなんだけど。イロハとか、小寄りに食べてもらってる。全部。博士とさ、なんかパフェ食べたの、パフェ。我が輩は、生クリーム嫌いだから、なんか生クリーム以外のところ、下の方にあるゼリーとか、具とか食べて、あと全部博士に、はい、食べてもらうみたいな。もつも食べらんないわ、我が輩。ハラミも食えないわ。砂肝も食えん。ホルモンも食えん。ダメだー。焼き鳥食べに行ったら何食うの?いや、なんか、なんなら、吹雪さんと焼き鳥食べに行ったけど、はい、ネギマしか食わんかったわ。シャシャボンも無理。食べない。生卵も無理。なんかカルビとかも無理。食わず嫌いじゃないよ。ちゃんと食べてから、うわ、無理ってなってるからね、一応。なんかマジで同じものをさ、永遠と毎日食べてんだけど、おかしいのかなって、不安になってきた。その話していい?前からね、好きなものって何度も何度も食べちゃう癖があったんだけど、なんか突然さ、ハマる時期があってね、が今来てて、最近ね、毎日同じもん食ってる。しかもなんならね、2食とか同じの日あるわ。何食べてんの?ハンバーガー。チーズバーガーなんですけど、毎日食べてるわ、マジで。
ダブチ毎日食べてる。自分また太るかな、こんなんやってたら。なんか勝手にさ、自分の太らない体質にさ、かこつけてやってんだけど、やばいかな。坂本一日だいたい2食なんだけどさ、もう両方の日もあるし、でも片っぽの日もあるけど。ねねちゃんもね、そんなに食べないと思う。ねねちゃんって野菜が食べれないじゃないですか。なんか知ってる方もいれば知らない方もいると思うんだけども、ねねちゃんすっごいね、偏食なんですよ。ものすごい偏食で、何が食べれるんだろうって。そう。で、一緒になんか、温泉行った時に、最初にね、ご飯食べたんですよ。そこになんかミニサラダがついてたんですよ。ね、姉ちゃん食べるのかなと思って、姉ちゃん、そのサラダ食べるって聞いたら、食べると思うって言われて。ラミちゃんが食べんだよって言われて。あ、いただきますって言って。なんだよね、サラダは私、そう食べれないんですよ。土の味がするって言って。野菜ジュースは好きらしい。そう、野菜ジュースは好きだから野菜ジュースは飲むらしい。あ、でもね、そう、ラミね、レバーが無理なんですよ。本当に、レバーが無理だから、それだけは無理。脂身がダメで、脂身はダメなんだけど、ホルモンは食べれるんだけど、この、お肉の、この、周りの、本当に脂なところ、ユッケは大好きです。今週ね、どっかでね、向こうあれやりたいで、料理配信したいな。何作ろうかちょっと迷ってんだよね。何がいいと思う？苦手なものを克服して、と思ってさ。やっぱご飯の苦手なものってほんと少ないの。辛いものは無理だけど、ピーマンとかが苦手なの、ピーマン。差し入れでいただいたお弁当の中に、ピーマンが入って、こより、開ける、プレゼントだよとね。氷にペッペッペッとね、したことはある。スイちゃんと一緒に苦手な野菜克服する配信しよう。そっか、スイちゃんね、嫌いなもの多すぎるからな。スイちゃんに無理やり食べさせようとしたら殺されそうだもんな、普通に。スイちゃん、好き嫌いダメだよ。は？みたいな。すいません。すいません。タルタル、タルタル。タルタルソース。スイちゃんちなみにタルタルソース好きじゃないからいつもマヨネーズに変えてもらう。マヨネーズもタルタルソースも同じようなもんじゃん。いやいやいや、タルタルソースピクルス入ってんだよ。え、あれピクルス入ってんの？あれってピクルスじゃないっけ？ういやーえい、えい、入ってるって。ピクルス嫌いだけどタルタルソース好きだよ。でもスイちゃん可愛すぎないなんじゃないの？違うもん。え、スイちゃんの好きなもんって何？明太子。そうだったっけ？うん、そうなの？そうだけど。次のうち星町彗星が食べられる野菜は完全回答でお願いいたします。山中とか巻いてる暇があったら焼肉食ってそうだしな。何だと思ってるんだ私のことを。ピピー、終了です、終了です。答えはダダン！正解は BCD でした。なんかあんまり正解してる人いなかったかも。いや、水菜食べれるんですよ、これが。急に食べたくなっちゃって水菜が。本当に野菜本当にダメなんだけど、いろんなスーパーを練り歩いて、なんかどこにもなかったのマジで水菜が。でめっちゃ練り歩いてやっと見つけた水菜を帰って食べてみたらなんかうまくて、あ、なんか食べれた、なんか食べれたっていうのが最初でした。産地を食べるスイちゃん見たくなかった、やめてよ、なんでだよ。はい、プラネタリウムを見に行った時に、はい、ね、お食事をしたんですよスイちゃんと。あー、しましたしました、ね、はい、そしたら、うん、何食べたいって聞いたら、うん、チーズ食べたいっていうのスイちゃんが。やだ、思い出した。でなんかそのまあピザとかパスタとかがあるお店が近くにあったから、はい、じゃあここにしましょうって言って入りました。何々はじゃあパスタにしよっかなっつってパスタ頼んで、そしたらスイちゃんが店員さんに、うん、すいません、ナスのドリアのナス抜きってできますか、うん、って聞いたので、私はその瞬間にうん、うん、って思ったんやけど、うん、店員さんも店員さんでそんなこと聞かれたの初めてなもんやから、うん、できるんですけど、でも
ナスを抜いてしまうと、チーズとソースだけになっちゃうんですけどって言ったら、スイちゃんはもうそこで思考がぶっ飛んでるから、え、ご飯もないんですかっていう店員さんが慌てて、いや、ご飯はありますみたいな